僕すごい好きな映画があって、これいろんな人におすすめしてるんですけれども、マイケル・ダグラス主演ゲームっていう映画がありまして、これ映画好きな人だったら結構見たこと、これはもうぜひ世界中の人に見ていただき、その頃私が見てた頃まだ VHS だったんですけど、1時間45分ぐらいかな、2時間もないぐらいの作品なんですけど、1時間半ぐらいまでわけがわからなくて、もういつテープ出して巻き戻してやろうか、さっさとレンタルビデオ屋に返しに行こうかってね、最後のオチで、私その当時高校生か大学生ぐらいだったんですけど、巻き戻してる時にマジ人生ってなんだろうみたいな、その悪い方じゃなくていい方で、人生ってみたいな、人生ってって思いましたね。ぜひ見たことがない方はデビッド・フィンチャー監督、マイケル・ダグラスでゲーム、ぜひ心が温かくなると思います。はい、よろしくお願いします。